の城で最も怖かった場所。え、こちらの人形はあった。武器変わってない？マネキンの下に新しいの増えてる。うわ、ちょっと経理が止まんない。歩いて歩いて歩いて。今誰か歩かない？え、ちょっと待って、今誰か歩いた？あれ、ええー、いや、おかしいおかしいおかしい、確実に今人いたって。いた、すいません。待って、リアンちゃん、いや、なんか血みたいなのがついてるのか。え、何よ、うわぁ、うわぁ、ちょっと待って、初期の黒城で最も怖かった場所に、今向かってる最中です。で、一応ここもね、心霊の噂はあるんですけど、それ、え、なんか入ってない、テイさんじゃないですか。何やってんの？久々っすね、これ。おお。何やってるんですか？サーベルキャットの、サーベルキャットとかね、この辺に出たっていう、サーベルキャットの生態調査。そう、生態調査。はい、ということで、はい、久々の生態調査の、せいさんです。待ってんの怖かった？待機時間何限でちょっとカメラお願いします。あ、はい。一応ここもね、心霊の噂があるらしいんですよ。何の誘惑かわかります？いや、あのね、わかんないのよ。心霊の噂があるっていうだけの情報があるので。え、てか、ここ、綺麗だな。本当に綺麗。前回ね、ここちょっと車で通ったんですけど、はいはい、何がすごいって落書きがない。こういう落書きがないところが一番危ないらしいです。うお、いや、歩いてきたな。あ、前から紛れちゃうね、今はっきり分かった。これはテイさんじゃないぞ。ほらほら、え、すげえ、マジで歩いてた今。え、いや、これじゃない、絶対向こうが、こっちだもん、こっちだもんって。おお、これはテイさんじゃないぞ。ほろほろ、この先にね、はい、地獄の現場が、はい、思い出しますね、僕らの。はい、ほろほろほろ、水の音じゃない、完全に水は流れてないもんね。うん、流れてない。ここは流れないし、他のスポットだと水漏れがあったりして、それが足取り。ああ、はい、はい、雨も降ってないし、怖い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 。この先にあのハイソン、いやー、また来ると思わなかった。何年越しですかこれ。3年ぶりだった。3年か、もうそんな経つんだ。この上なんでね、ちょっとまだ懐かしいっすね。ちょっと滑るね、今日気をつけて。隠れてんな。わあ、すごい、ここが一番落ちそうなんだけど、大丈夫かな。あ、家あった。無事、あー、どうやって行くんだろう。気をつけてください。手が滑るから、怖い怖い。え、待って、これ前回の家じゃないな。え、なんだこの家、こんな家来てないよ。あ、ほんとだ。え、違うわ。何この家。うわ、大丈夫か。大丈夫か。すいません、誰か今足引っ張られてるような感じしちゃった。え、いや、めっちゃ軽減してんじゃん。大丈夫、すいません、ちょっと軽減こそ。ちょっとです、女性の声がした。シロさん、ごめん、ちょっと経理が止まんない。どうしたどうした、どうしたどうしたどうした、止まんない止まんない止まんない。ちょっとカメラ持つか。ちょっと俺今両手塞がってるから。あ、ごめんなさい、どうしたどうした、あ、きつい、あ、また引っ張られたの。
誰か今足引っ張られてるような感じしちゃった。え、あ、ちょっと待ってくださいね。あれ、クソ、普段こんなことなんないのに。うわ、ちょっとね、崩れそうすぎる。あー、すごいっすね。これ大丈夫か？あ、でも家だな。うわ、ちょっと、テイさんマジぶつかんないで。ガチで崩れる可能性あるから。うわ、すごいっすね。あ、昭和57年だ。57年か。うん。あ、待って、すごい近い。近いな。ちょっとこれ入りたいけど危な。これはちょっと危ないんじゃないですか。この柱だもんな、うん、よく立ってるな。むしろあ、ここ仏壇じゃん。え、マジっすか。ちょっと俺だけ入るわ一旦。あ、ちょっとここから撮ってますわ。頼む、崩れないでください。お願いします。あー、もう何もないね。もう焦げた跡がある。なんか焦げ臭いね。なんだろう。いや、よく立ってるな。でも結構小さい家だね。そう、個人前でしたね。一人暮らしだったのかな。お、地下ある。え、あ、本当だ。多分部屋だこれ。あ、もしかしてこれみたいじゃないですか。かな、下が大丈夫ですか。地下っていう。ちょっともう出ましょう。前の家どこだろう。まだここの説明もしてないんだよ。あはそこでしようと思ったんだけど。ま、前の家のとこまで行こう。はい、わかりました。よし。はい、ちょっとあそこから今数分歩いてきたんですけど、はい、ここが黒潮初期の最強スポット、はいはい、山塚見集落でございます。ここなんですけど、サイレンっていうゲームありまして、元となった廃村が竹集落ハニーダ村と言われてて、そこではなくてサイレン2っていうゲームの方の元になった廃村って言われてるのがこっちの山塚見集落です。ってことなんですね。前回結構ねえらい目に遭いました。よっから来て。待って、上から来た。なんか来て。なんか聞こえる。マジ。あ、なんか歩いてきて。ちょっと、巻きで。来る前からなんか気配はしたもんな。一瞬気をつけて。はい、初期すぎてチキンプリをね見せつけてしまったんで、今回ちょっと再リベンジって感じで来たんですけど、はい、まあ、とりあえず行きましょうか。行きましょう。はい、で作るでしょ。何もなかったよね。え、何これ。え、ヒルじゃない。何これ。え、めっちゃ新しい。うんちうんち。これゲリラ用だ。それも浅見さん、ここもあれなのかな。ミオシ一緒だったっけ。ちょっと覚えてないな。うわぁ、ね、すっごい。前回ちょっと入ったんだけど、えぐいぐらい揺れたんだよな。これちょっとワンチャン住めそうっちゃ住めそう。普通に家だ。なんか箱があるんだよな、ここに。開けるか。あ、薬箱だね。シノさん気をつけ。はい。なんか落とした。あ、待って、匂い急に変わった。急に臭くなった今一瞬。これちょっと上がってみてね。マジ？ちょっと本当気をつけてください。うん。なんだこの匂い。うわ、やべ。あ、匂い変わった。いや、匂いなんか変わってるよね。うわ、無理だ。向こうまで割れてんな。あ、多分ただトイレなんで。匂いは違うわ。なんか急に匂いが。あんまなんか、こっちの家どうなってんの。あ、
ここも家あったんだろうな。全部崩れてんね。あ、ここがあれだ。俺が今行けなかったとこの先だ。あ、はいはい。あ、繋がってるんですね。まあ、トイレだったっぽいな、ここ。あ、なるほど。いやー、もう無理だよね、今日。あんま、うん。見るところはね。お、すげえ。おぉ、何これ。おぉ、すごい。声が一番怖い。すいません。洞窟みたいになってるけど、なんかの釜か、これ。焼いてなかったもんね。うん。まあ、まだ上行きますか。ああ、まだ先が。ちょっと登んないといけないから、こっから。はい。大丈夫。よいしょ。やっと見えてきました。あったわ。2軒目。ああ、あったね。ここの家にさ、めっちゃ不気味な人形あったの覚えてる、はい、あったっけ。なんか屋根の上に今なんかいた気がするんだけど。え？え、これなんだ？どうした？なんも、あ、あ、あ、ほんとだ。こんなあったっけ？うわ、なんか喋った。マジ？あ！今歩いたね。うん。おーっと待って、左上。何？テレビオン。今そこからなんなかった？いや、てかちょっと待って、これさ、墓じゃね？そんな墓じゃない、これ。え？もう、人工的だよ、これ。あれとかさ、はい、っぽくないですか？ええー。いや、くせえな。なんか喋ってんだよな。喋ってんだよな。上から。いや、ほら、覚えてる。前回も上からだよ。この上だよ、前回確か。テレビもあるんだよ。あの家行こう。とりあえずお墓だからなんか聞こえたのかな。いや、お墓なのかもわかんないですけど。でも墓っぽいけどな。おお、どうした？あったー、まだ。おーっと、え、その前回よりなんか、え、あんなに見えるとこ置いてあったっけ。あ、ちょっと待って、どうした？前回もここで足音聞こえてる。だっけ、そういえば。だっけ、初代と帝さんの近く。ほら、何何、うん、え、ちょっと待って。おー、待って。ちょっと待って。マジ？あ！お邪魔します。え、えぐ。どうしました？こんな崩れてなかった。あ、すげえことなってる、そっち側。マジで。あ、確かに。これ、こんななってたっけ？あ、すごい。え？やっぱ、テイさん、ちょっとこっち来れる？はい、失礼しました。歩いて歩いて歩いて。え、今こっち側なんか歩いたんだけど。マジ？え、これ崖だよね、そっち。あ、崖ないよないよ、こっち。こっちなんもないよ。いや、いけない、無理無理。え、こっからなんか足音したんだけど。マジ？いないよね、誰も。いないいない、だってありえない、絶対ありえない。来て。お邪魔します。嫌だな。前回ね。ああ、そうだね。こちらの人形はあった。うん。これなくない？これ何？あったらしいの。すごいことになってるけど。だってさ、これなんでこの瓶に？意味がわからん。お酒の瓶？リシャールみたいな。ちょっと、どうかな。ここ検証したいんだよね、一応。そっちでやって。そっちって どういうこと？シロさんやって。じゃあテイさん上行ける？あ、じゃあここでいい。やっぱりここでいい。ちょっと検証しといてもらっていい？ここで、ちょっとお願いします。あー、もうご卒中でやります。いやー、もう、ね、すごいよね。わー、道に迷いました。あの、道に迷いましたって聞こえました今。シロ？あー、着いた。これが上にある家。え？マジ？ちょっと待って、これやばいな。もうないじゃん、家。マジかよ。なんかガサッと。いや、ちょっと待って、これ撮影なんなくない？うわぁ。あ、でも奥の家は行けるかな。
うわぁ、前回、前。次は、負けるな。力の限り。これ上に2回ある。いやいやいや、あ、蹴るのか、これ。あ、そういえば、ほんとだ。いやぁ、今日はやばい。うわ、これ、危ねえな。どうやって行こうかな。うわ無理かな。ここ崖か、もう。いやどうしよう。ちょっと待って、あっちか行けるか。え、ちょっと待って。道に迷いました。いや、あ、ん？疑問系で聞いてる？いや、迷ってる。迷ってはない。道に迷ってませんけど、ここにいた人ですか？ちょっと怖いぞ。どうしよう。やだなぁ。人形、怖い。危険な。え、危険な？え？道に迷って危険な、確かに危険な場所ですよね、絶対。え、どうしよう。はい、ちょっとやっと裏の山をと降りてきて、なんとかたどり着きました。はい、ここが奥の家ですね。で、こっちがもう通れなかったんですけど、裏山から降りてきました。これなんとか、こんなのあったっけ。あれ、日本赤十字社社員、ここって社員寮だったの。いや、ここの家も全部いつ崩れるか怖いんだけど。うわ、学生かな。12月6、なんか喋った、なんか喋った。保険、なんだかだいな、なんだこの怖い写真。心の中の鬼を追い払おう。心の中の鬼を払おうってどういうこと。日記みたいだけど、めっちゃ意味深なこと書いてあるな。日記と伝票、バスのあれか、生徒手帳、学生か。これでも確か学生が住んでた寮だと思ってたんだけど、社員寮って書いてるな、表札は。どういうことだ。女性のもの靴とかある、意味が分かんないな。赤十字社、怖いな、これ。ああ、懐かしい。うわ、なんだあの人形。あんなのあったっけ。神棚はね、あった覚えはあるんだけど。いやー、もう、この角度がやだ。本当にこの角度がやだ。いやー。さっき、誰もいないよね。怖い。はあ、もうやだ、ここは。怖いな、ほんとに。え、今誰か、あれかな、え、今走ってたよね、上。あ、やべ、全然見えない。ライトがない。後ろ大丈夫か。え、待て、ちょっとやべ、シロに電話しなきゃ。怖い、ほんとに喋んない。本当にびっくりした。これ人が住んでるのかってぐらいね、服が散乱してたんで、前回なんか人がいる気がしてきた。怖いんだけど。待て、これ家の枠じゃない、これ。あ、ここはキッチンで、うわ、懐かしいな。家の怖いんだ。なんか誰かついてきない？さっきから歩いてる音とかすごい。あ、これね、学生の。なんかここで働いてた人と学校が合わさってんのかな？働いてた人は一応社宅だけど、その中に学校があるみたいな。学生のね。なんか光ったぞ。
時の心の鬼を払うとか、なんか精神論みたいなのが多いな。このスクールがさ、新しすぎないか。昭和なんだよ。だってここ。うわ。だるま？え？なんか落としたな。かんって。え？ちょっと待って。今誰か歩いた？あれ？え？ちょっと待って。待って。誰かいる？すいません。いや、嘘でしょ。ちょっと待ってよ。え？いや、おかしい、おかしい、おかしい。確実に今人いたって。どうなってんだ？ちょっと待ってよ。いや、ちょっと待って、ちょっと待って。やばい、やばい、やばい。あれ？シロー！あれ？びっくりした。え？あ、シロー！どこ？ちょっと待って、そこ崖、崖あるから。はい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 。家崩れてるからちょっと待ってて。あ、はいはい、待ってます。どうしたんだ。あれ、シロー？あ、待って、シロー大丈夫か？ねえねえ、今あっちからなんか落としたよ。え？すごい音した今。いや、まあ、そ、マジ？人いんのかな？やっぱ。ねねねね。違う違う。あ、さっきさ、白の方にさ、子供みたいなさ、影がさ、そっちに行ったと思うんだけどさ。子供ぐらいの影？なんかす、人影みたいなのがバババババババって、そっち行ったんだけど。ああ、もうやだ、ここは。かわいいな、ほんとに。いや、多分それなのかな。じゃあ、もうありえないんだけど、ありえないぐらいさ、人の気配がしたんだけどさ、いないの。マジ？あれ？ええちょっともう、出よう、出よう、出よう。え、その影とかは映ったの？わかんない。大丈夫か？え、待って、ちょっと、やばい、シロに電話しなきゃ。え、その影とかは映ったの？わかんない。それを確認してほしい。なんか喋んなかった今。聞こえたね。あ、マネキンの方だこれ。え？マネキン覚えてる？あのね、あったの覚えてんだけどもちろん。いや、多分あっち。マジ？え、なんか落としなかった今そっちから。マジ。ちょっと。あれ、どうだっけ？え、なんだあれ、動物かな？あ、ここじゃなかった？ん？どれ？え？なんだあれ？こんなマネキンだったっけ？おぉ。あった。おお。いや、ちょっと待って、何これ。マネキンの下に新しいの増えてる。あ、これはなかった。なかったよね。うん、なかった。え、しかもさ、マネキンさ、ここに、ここら辺なかった？まあ、うん。誰か落としてるか。俺らさ、この上さ、行こうとしたらさ、タタ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 。そうだね。俺をそう、行こうとしたら俺が聞こえ始めてさ。おぉ、びっくりした。何今、上から来て。待って、上から来た、なんか。この家行っても何もなかったんだよな。前回こっち行ってないんだよな、あんま。ああ。家ないかな、こっち。あ、でも冷蔵庫とか落ちてるから。ありそう。おいや、ほら、やっぱここら辺。なんかいんのか、やっぱ。まあ、動物の可能性は、いや、道、めっちゃ開けてるよ。あ、家あったんだろうな、ほら。また釜がある。釜みたいな穴。うわ、すげえ。ん？どうした？お墓だ。え、マジ？あんな上にある。わあ、全然見えねえ。あ、ほんとだ。
あ、見えた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 。お墓からさ、なんか音鳴ってない？ほら。待って、綺麗だな。お墓からすごい鳴ってる。ちょっと行くだけ行ってみるか。行ける？え、どうやって行くのこれ。なんか喋ってる感じがする。なんかさ、やっぱここら辺なんかすごいよ、人が。お邪魔します。お邪魔します。落ちそう。え、めっちゃ綺麗なんだ。すごい守られてんね。名前が変。どうした？北原たち同意。なんか人の名前じゃないかも。あ、左は人の名前だな、多分。あれ？でもなんか、あ、ここに古いのもあるな。あ、結構あるよ、上にも。あ、マジで？あー、ちょっと。1軒目に会った人とかと名字は全く違う。で、こんな道のないところに建てられてんだけど、墓が綺麗な。最近建てたような墓なのに。いやー。すいません、失礼いたしました。ありがとうございます。ん？上から声聞こえるの、こういうことか。なるほどね。いやー、すごいね。一旦戻るか。ちょっと。マジであれ何だったんだろう、うん、っていうか、もう人いたんだけどな。ああ、もうやだ。なんか1週間に来てるな。あ、ゴーストチューブが偉い話。待ってよ。何？おお、え、ちょっと待って。え、もうやばい。これはおかしい。向き変わってない？さっきの向き全然違う。ガチなやつじゃん。ちょっと、待って、おかしい。帰ろう帰ろう帰ろう。ちょっともうどうなってんのこれ、どういうこと。ちょっともう充電やばいかも。帰りたい量が出てるっていう。帰りたい帰りたい帰りたい、もう常に帰りたい。なんか歩いてな、ほら。いや、おかしいだろあれは、さすがに。ちょっと明らかに変わってる、変わってる、絶対変わってる。ちょっと後で見、こっち向いてなかった絶対。後で見直して絶対変わってる、位置変わってる。待って、前もじゃね。前です。前も1回目撮った時なかったのに。あ、そうね。帰ってきた時にあったんだよ、あれ。え、でも来た時あった、これ。いや、なんか分かんない、目につかなかった。全然気づかなかった。普通に足元見てた。こんなことある？誰かいいのか、本当に。入っていく、入っていく。大丈夫か。誰かの肝試しについていく、レンタル肝試しに一緒に行ってくれる人のトーマです。ハードだな。一軒目の建物ですね。状態を見て中に入れるかどうか。はい、があるんですけど、韓国に行った時のロケで見たことがあるんですよ。瓶の中に人形を入れたの。一番危険な高齢術だって。気配がすごい。うわぁ！何今の？一人検証を取っていきたいなと思ってるんですけど、せいちゃんは下のお人形の部屋で一人検証で、僕はこの周辺をちょっと一人で回ってみたいと思います。で、シュロちゃんは気になっていたシークレットロードの方を見に行って、ちょっと3点に分かれて検証してみますか。じゃあ僕の方でシークレットロード。まあね、ちょっとここに多分後で映すと思うんだけど、あれ ?1 個しかないマネキンが。前回ね、謎のマネキンがもう1点あったの。あれ、この道ですね、この先。この先って言ってもなんかもうほぼ見えないと思うけど。あとね、うわ、なんだ、すげえガシャガシャなってる。え、あそこにすごい、ほら、なんかいるな。すごい大量の瓶が。なんであそこにあんなに瓶があんだ。お、なんだなんだなんだ、ガサガサしてる。なんかね、前ここら辺にお墓があった。え、洞窟？待って待って待って。
洞窟じゃない井戸みたいな。え？いった、なんだ虫。前回ここら辺にね、お墓があったんですけど、どこにもない。え？うわ、なんだこれ、こんな時にピンボケ してる、最悪。すいません。え、完全にいたよね今。ないんだけど、嘘。あ、また乗ってる。なんかいるな、人。ほら、ガシャガシャガシャ。なんだこれ。服だ。苔とか生えてってる。え、なんか血みたいなのについてないか、この服。家みたいのある。いった。あ、家じゃないか、倒壊してる。この家に、なんだ変な匂いするの、いきなり。この家の方にさっきの白い影向かってたけど、うわ、待って、リアンじゃん。井戸とかある。ああ、この家はもう見れるとこないっすね。完全に孤独してる。え？なんか音しない？動物か？何の音？うお、びっくりした。こんばんは。ちょっと待って、何これ、黒いビニール袋。ちょっと遺体じゃない。うわ、めっちゃ虫いる。やばい、これめっちゃ虫いるんだけど。なんかこの黒いビニール袋の中から、えっ、こんばんは。うわ、くせ、なんだこの匂い。ちょっと待って、やめてないのか。なんだこれ、え、なんだ、うわ、なにこれ、マジビビった。え、動物だ。うわ、すげえ虫、やべえやべえ。ちょっと待って、ちょっと待ってよ、これもう虫がすごいしさ、やばいってこれ。ちょっと待って、これあのね、すんごい虫だらけなの、この周りだけ。てかさ、これ、あれ、うお、ん、うわ、ちょっと待って、ちょっと、家崩れる。うお、やばいじゃん、ここなんか落ちてきた。ちょっと待って、どこ行くか。痛い痛い痛い。え、誰ですか。やばいやばい、誰も、こっちにも道あるじゃん。道ってかもう獣道じゃん。
いた。おせっす。よかったね。ちょっとやばい。どうしたの？向こうにさ、うん、人みたいな影が見えて追いかけてったんですけど、向こうにもう一軒家あった。待って待って待って。え？俺さ、下でさ、タタ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 ってさ、やられてさ、うん、それでまあ、ちょっとこっちの方にトマくんに助け求めたんだけど、タタタタタタ、なんかそのどういうこと？鳴き声が聞こえて、こっちにすごい速度で来たの。そうそう、だから来たか、誰か来た、まあトマくんかと思って最初いないの。まあ、したよ。でも僕の方でもちょっと男の人の声っていうのは、うん、まあさっき上で聞こえたじゃないですか。ああ。またそれっぽいのが聞こえたような気がして。あ、行こうかなと思ったけど、うん、でもな、向こうに走ってったんですね、俺が見たやつは。え、ちょっとあと見てほしいのがあって。あ、なんかもう怖い怖い、虫のさえずり怖すぎる。やば、日暮らしが怖い。ちょっと見てほしいのがあって、うん、また瓶の上に、うん、次人形じゃないんですけど剥製が埋められてるっていうか、呪物みたいのがあって。どうしたの？シークレットロードの方ですよね。そうっす。ちょっと明るくなってきてますけど、うん、まあその僕らも見たいですよね。帰りたい帰りたい。しおちゃんいいですか？ちょっと見るだけ見ましょうか。てか多分3人だったら安全なんで、多分まだ。ちょっと俺真ん中に来て。足場が悪いね。あ、気をつけて結構。うわ、なんだ。おー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 おおお。あれ。怖い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 。あれ、あ、トマくん来てない。虫の鳴き声かな、すごい。うん。あ、日暮らし、日暮らし、これ。日暮らし。キーキーやってなかった。え、キーキー？あ、ほんとだ。違う、キーキーってなってる。それと別に。マジで？おお、おお、え、今なんか、手の後ろになんか変な影いたんだ。マジ？え、コウモリかな？やだやだ、ちょっとやだやだ、ちょっと。あ、てか、あれなんすよ。うわ、なんだこれ。これが、古いビニールありますとこ。これが被さってて。上に？で、この下にさ、この虫がいっぱいいるのね。うん。これが、まだいるんだけど、俺が開けた時にブワーって出てきて、こっから。ああ、最悪。これがあの人形と関連性があるのかどうかまでは断定できないんですけど。ただまあさっきの物音といい、てぃちゃんもなんか聞いたんだよ、うん、誰かいたってあるよ。シロちゃんも人影的なものを見た。やっぱいるよ、なんか。この家に向かってたんですよ俺は。でもてぃの方にもいたんでしょ。そう、マジで俺の方に近づいた。あ、トモくんもいたって言っただけ。声が聞こえたように思ったんですけど。おー、びっくりした。何？待って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 、上から来た、なんか。今誰か、あれかな、今誰か歩いた。あれ、確実今人いたって。検証一通りやってきましたけど、朝を迎えてしまったので、ちょっと離れる。一回一回離れよう。ちょっと怖い少し離れますか。一回戻りましょう。そうですね、一回戻る。あれ、ええ。おお、びっくりした。何、うお、ん？うわ、ちょっと待って。